米国 NRC の現代の蒸気タービン発電機の画像発電機は電磁誘導の法則を利用して機械的エネルギーから電気エネルギーを得る機械である。自動車やオートバイなどのエンジンについている発電機、自転車の全消灯に直結されている発電機はオルタネーター、ダイナモとも呼ばれ、電気関係の一部ではジェネレータと呼ばれることがある。構造が電動機と近い。 原理は同一で、電動機から逆に電気を取り出すことができる。より具体的には、模型用モーターの電極に豆電球をつなぎ、軸を高速で回転させると、豆電球が発光する。実用的にはそれぞれに特化した異なる構造をしている。そのため、電動機で走行する鉄道車両やハイブリッドカー、電気自動車においては、電動機を 発電機として利用して発生した電力を抵抗機で熱エネルギーとして消費したり、河川やバッテリーに戻したりして、ブレーキ力を得ることも可能である。発電機の動力源が電動機のものについては、電動発電機を参照。磁気と電気の関係が発見される以前に、静電気学の原理を使った静電発電機が発明されている。静電発電機は、 高電圧で小電流の電気を発生する。ベルトや板や円盤に電荷を蓄えて輸送し、高電位差を生じさせる。電荷は次のどちらかの手段で発生させる。効率が低く、高電圧を発生する機械を絶縁するのが難しいため、静電発電機が発生する、電力量は小さく、電力を商業的に供給する手段としては使われなかった。その中でも、 のちのちまで残ったものとして、ウィムズハースト式誘導機電機やバンデグラフ機電機がある。1827年、ハンガリーのイエドリク・アーニョシュが、エレクトロマグネティックセルフローターと名付けた、電磁回転装置の実験を開始した。単極電気主導機の試作機では、固定部品も回転部品も電磁式だった。彼は、ジーメンスやホイートストンの少なくとも6年前に、 ダイナモの概念を確立していたが、自分がそれを世界で初めて考案したとは思わなかったため、特許を取得しなかった。基本的にその概念は永久磁石を使わず、二つの電磁石を使って回転子の周囲の磁界を誘導する。それは事例作用の原理の発見でもあった。イエドリックの発明は当時の水準の数十年先を行っていた。 ファラデーの円盤マイケル・ファラデーは1821年に世界初の電動機の一つとも考えられる、単極誘導モーターとでも言うべき原理を考案している。しかし、死のハンフリー・デイビーとアイデアについて考え方が合わず、イゴ・デイビーがなくなるまで、ファラデーは死の先行の一つである科学の実験に明け暮れる。ファラデーは1831年に電磁器を使った。 発電機の動作原理を発見した。これが後に、ファラデーの法則と呼ばれるようになった。すなわち、磁場を横切る形で移動する電気伝導体の両端に電位差が生じることを示した。ファラデーは1832年、初の電磁式発電機、ファラデーの円盤も製作した。これは一種の単極発電機で、同円盤を U 字型の磁石の間で回転させることにより、 円盤の側円部と中心部に微弱な電位差を発生する。この設計では、磁場の影響を受けない部分で逆電流が発生して、円盤内で相殺してしまうため、あまり効率が良くない。磁石の間を通る部分で電流が発生するが、磁場の影響を受けない部分では逆方向に電流が流れる。この逆電流のせいで出力を取り出す導線で得られる、電力は微弱となり、 電磁誘導のエネルギーの大部分は銅の円盤の温度を上昇させる形で浪費される。あとの単極発電機では円盤の周囲全体に磁石を並べ全体で一定方向に電流が発生するようにして問題を解決している。もう一つの欠点は時速に対して電流の経路が一つしかないため出力電圧が非常に低い点である。その後の他社の実験で 複数巻きのコイルを使うと高電圧を作り出せることが判明した。出力電圧は巻き数に比例するので巻き数を加減することで必要な電圧を容易に発生できる。後の発電機では巻き線が使われるようになった。最近では回転子に軌道類磁石を使った単極電動機が実用化されている。これは従来よりも様々な面で利点がある。 ピクシーのダイナモダイナモは産業用電力供給に使われた最初の発電機である。ダイナモは電磁気学の原理を使い、整粒子を用いて回転力を脈動する直流電流に変換する。1832年ヒポライト・ピクシーが世界初のダイナモを作った。これは上部に2つのコイルを取り付け、その下に置いた。 U 字型の永久磁石を回転させることにより、電気を発生させようというものであった。様々な偶然の発見により、ダイナモから様々な装置が発明されていった。例えば、直流電動機、交流発電機、直流の動機電動機、回転変流機などである。ダイナモは、一定の磁場を提供する固定部品とその磁場の中で、回転するいくつかのコイルで構成される。 小型のダイナモでは境地に一つ以上の永久磁石を使い、大型のダイナモでは境地に一つ以上の電磁石を用いる。現在では交流発電がほとんどで、交流から直流への変換にも半導体素子を用いた電子回路を使うため、高出力のダイナモはほとんど使われていない。しかし交流の原理が発見される以前は、 大型の直流ダイナモが唯一の発電手段だった。その他に常用、非常用の区別がある。発生する電力の種類により直流発電機、交流発電機に対別される。また、発電機を動かす動力源としては下記のように分類される。ありがとうございます。